人間もののノンフィクションライターで賞を目指すんだから。超能力の本で家建てといて。私たちは23世紀からタイムワープしてやってきました。21世紀日本は再び活動を始めたゴジラにより致命的な破壊を受けます。我々は将来の日本の悲劇を救うためにやってきました。劇場入場者全員にもれなくゴジラ怪獣軍団プレゼント。